カルチャー&テクノロジーですね、はい、続々と辞める霞が関の官僚たちと、はい、ここに目をつけたかエコノミストということです、はい、まあ、ちっちゃいコラムだったんですけど、9月12日にですねエコノミストの方で、まあ、霞が関の官僚たち人気がないと今ね、いや昔だったらやっぱりほら、東大法学部出て、うん、官僚になって、うん、日本を動かすぞ、そう日本を動かすぞっていうあの志の高い若者がいっぱいいたと言われてる時代があったじゃないですか、うん、はい、それがですねどうもこの経済成長が、まあ、日本でも止まり、その後にそうですね政治主導みたいなことが叫ばれるようになるとですね、若い官僚が若手の官僚がやっぱりこうなり手が少なくなってるんじゃないかというのは我々も知ってますよね、はい、でそれをですねエコノミスト今回、切り込んできました、うん、どういうことを言ってるかというとこの5つの点ですね、国家を動かす官僚というのがですね今少なくなってきてて、どちらかというと議員に使われるスタッフになっちゃってるんじゃないかと官僚が、うん、でこういう問題点は前からまあ指摘されてた部分はあるんだけど今さらにこれ2番目ですね、過酷な職場、はい、非効率な職業文化、うん、まあ、ファックスとか未だに使ってたっていう、うん、ありますよね、うん、で人材流出が止まらない状況があるという、うんうん、でね僕もこれ読んでて思ったんですけど、うん、実際僕も個人的に知ってます、うん、何人か、外務省の方もそうですし防衛省の方もそうなんですけど結構辞めてます、うん、すごい優秀な方なんですけど、はい、和田さんそういう方ご存知ですか、なんかどなたか。あ、知ってます。周りで財務省辞めたやつ知ってます。財務省辞めた、はい、そうなんですよ、はい、前はほらそういうことがなくて、うん、どんどんまあ最終的には何ですか、あの天下りもできてっていう、はい、なんか出世コースみたいなのあったわけじゃないですか、うん、それがねキャリア官僚でもなくなってるんじゃないかという人材流出が止まらないということを言ってます、はい、3番目何より職場がブラックすぎると、はい、しかもあのほら議員の方が立法、うん、法律詳しくないんで、うん、はい、結局官僚側が手伝わなきゃいけない状況が出てきてると、うん、はい、本来ならばねあの議員立法しなきゃいけないんですけど官僚がもうほぼ立法に絡んでるような状況も出てきてる。4番目公務員制度を改革する必要が出てるのになかなかできない、うん、で最後政治主導へと言いつつ政治主導できるシステムを作らなかったのが問題なんじゃないかということを指摘しています、はい、あなかなか辛いなということなんですが、うん、はい、よくここ注目したなということなんですが僕はですねあのやっぱりここ続々と辞める、いや和田さん的にはこれ続々と辞める理由って何だと思いますかっていう話なんですけど、あ辞める理由はですね、はい、まあもちろん長時間労働ですよね、うん、あと昔みたいに国家背負ってる秀才っていうステータスが今ないんじゃないかなと、ブラック労働して、ね、なんかコスパの悪い仕事をさせられてる人たちだよね、はい、という感じで、はいはい、いや確かに今まではね日本って、はい、あのやりがいがあればいいっていう、はいはいはい、やりがいありましたね、でも、はい、今やそのやった分金持ちになってなきゃおかしくねっていう、能力に見合った、そうそう、優秀だから、うん、あの本当は金銭的な、成功がね、釣り合わなきゃいけないぐらいな感じ、ね、だから天下り先作って、バンバンその1回あたり1億もらうとか、2億もらうとか、そういうのをやってたんです、はい、ところがその、はい、そういうその天下りも禁止とか、うん、それってせこいんじゃないのって言われてきて、なるほどね、よくよく考えたら、それ正しいなって思うような感じになってきたとか、あと上司が、うん、その何年も公務員やってきた人たちのあれが歪んでんじゃねえのと、こう精神構造が、それを精神構造が、まあ、それあのほら、まあ、でも20年ぐらい前、30年前か、うん、あのテリー伊藤がですね、はいはい、あのお笑い大蔵省極秘情報っていうベストセラー本作ったんですよ、ありましたね、あのテリー伊藤が官僚の人たちにインタビューしていくっていう、うん、大蔵省に、まあ、大蔵省の、はい、で呼んで、こうだって、そしたらその中の一人にやっぱ上司で、あの一緒に地下鉄乗ったらこの地下鉄は俺が作ったんだって、まあ、ただ単に予算通す仕事をやっただけなのに俺が作った、俺が作ってやったんだ、それアルゴアが俺がインターネット作ったって言ってます、うん、同じ感じですね、すごい大蔵省の人間でこんなに気が狂ってんだっていう感じのことをすごくこう、ね、その要はうちの省庁こういうことなんですよという感じのちょっと勘違いがあるんですよみたいなことを、まあ、やったベストセラー本があってみんな笑いながら、確かに、いや確かに霞が関ってこんな狂ってんだということをね、はい、言ってた話とかもあったんですけど、はい、だんだんそのにちょっと気づいてきた
まあね、若い子たちがっていうことじゃないかなということです、はい、で僕はこれ前から本当に自分の意識の中ですごく強いんですけど、うん、やっぱ議員の、うん、特にスタッフ秘書、うん、まあ、日本でいうと秘書なんですけど、うん、まあ、その数が圧倒的に少ないのが、うん、無理やり官僚側にその負担を、うん、こう押し付けてることなのかなというのをちょっと感じるんですが、はい、まあ、いわゆる議員秘書というもの、まあ、これ単純に比較するのもどうかっていう意見は あるのは、まあ当然なんですけど、はい、はっきり言って日本のやっぱ秘書足りないですね、はい、議員個人に負担がかなり来るような、まあ、財政的に、ね、はい、負担が来るような感じになってます。日本の議員ってやっぱりその清廉潔白というかですね、身を削る改革をしなきゃいけないみたいなことを言って自分のスタッフを増やさずにですね、かなり少人数で、ま、無理やり回してる感があるわけじゃないですか。政策秘書1人を含む3人までしかほぼ政策秘書って、まあ、もちろんアルバイトとかね、はい、外部の自分のお金出してるってのありますけど、自分で雇ってるんですよ、雇ってるんですよ。この公設秘書は、うん、まあ、4人までですよ、はい、でその後やってるから、うん、まあ、多分安倍さんとかあのクラスになったら、うん、当然10人とか何人もいるんですよ、地元に5人、そうですね、そうですね、まあ、5人でこれは10人と、はい、でこっち側にそれはある程度その資金が豊富じゃないとね、その人の個人が、そう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 、そうするとですね、っていう感じだったと思うんですけど、ね、そうですね。でアメリカだとこれが、まあ、アメリカちょっとそのスタッフ多すぎっていうのももちろんあるんですけど、うん、立法関係をすごくスタッフもバンバンできるということで、うん、下院議員、はい、ハウス・オブ・リプレゼンティブの方ですね、普通に平均すると17人スタッフがいる、うん、はい、上院議員、セネターに至ってはですね40人も大体平均しているということになります、うん、はい、それぐらい雇えるということですね。韓国もこれ警護も含むと大体平均すると9人ぐらい、はい、日本のもう3倍ぐらいやっぱいると、うん、はい、イギリス 4.6 人、フランス5人ということなんですけど、やっぱちょっと日本足りないんじゃないっていうのは僕前から思ってます。現状これだと、うん、まあ立法するのとかは勉強したりとかね、うん、情報集めてくるとかも大変かもしれないですけど、あとアメリカって国会に、うん、出なくていいんですよ、連邦議員、ああそれ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 、自分で出なくていいんですよ、はいはい、その通り、秘書が出て、はい、話聞いてきて、はいはい、最終的議決を、うん、こっちにしろと、この法案にしろと、反対しろと、ありますあります、まあ、スタッフがね、何十人もいますから、わけだから、うん、だから別にその僕、日本の国会議員が一応ダメなのは、うん、国会に縛り付けられてるんですよ。確かに。でしかもカメラでが入ってずっとやってるじゃないですか、7時間あれはね、うん、何も寝ますよ間違いなく寝る、あれはね本当非効率なんですよね。だまあ国会が改革っていうのも一つもそうですし、はい、やっぱりこれね僕ね本当に官僚の方がよく聞くんですけど、うん、国会対応とかやってるじゃないですか、うん、はい、あれやってると本当に政府の機関が仕事できないって言うんですよね、はい、あれがあるおかげだから日本で国家の陰謀がどうだこうだとかいう人たちいるじゃないですか、うん、あんなのね国会対応で忙しくて省庁なんか何にもできないですよあの機関って、はい、でその なので、あれがあるおかげでですね、うん、日本なんか陰謀もクソもないという話はよく聞きます。でそれにリソース全部吸い取られちゃってて、うん、無駄なほら野党もそうじゃないですか、うん、前日なんか夕方までに、質問上げなきゃいけない夜中まで出さないとかですね、うん、質問、いやあれはかわいそうですよね本当に、うん、という話なんですけど、じゃあ僕はこのねエコノミストのこういう記事、官僚が続々辞めてる、うん、このね官僚やっぱ負担を軽減しなきゃいけないということでですね、はい、僕なりの提案なんですけど、はい、これ国民側からですね議員増やせと、議員のスタッフ増やせと、うん、秘書増やせと、いうことをですねやっぱり言えるようにする、うん、まあそれ和田さんは特にその逆に、議員の数が多すぎるっていうのはもちろん言うんでしょうけど、あと国会答弁などのプロセス、はい、これですね、簡素化しなきゃダメですよ、要するにいらない大臣がずっといなきゃいけないとかね、うん、そう、出なくてもいい答弁にわざわざその留め置かれる外務大臣とか、これ小泉さんあたりが、まあ、ちょっと言ってましたけど今回、はい、まあ、そういうものを簡素化するっていうのは大事ですよねっていう点、それと、まあ、ジョブ型っていういわゆるそのなんていうんですかね、生え抜きのもともと、なんていうんですか、もともと財務省の官僚として初めからやってますみたいな人じゃなくて、うん、適材適所で結構中途採用みたいな人もどんどん増やして、うん、まあ、人材の流動性を高めるっていうのはやっぱり大事なのかなっていう点、うんうん、それとか、まあ、これできる日本でできるかどうかは分からないんですけど、まあ、立法できるような人材みたいなものをシンクタンクとかに一時的に留め置いてプールするようなやり方、うん、はい、それと何よりもとにかく時短、うん、効率化、
これに励むっていうのはものすごい大事なんじゃないかなと、うん、そうでもしないとやっぱりこんだけ優秀な官僚っていないですから、うん、しかも議員にいきなり怒鳴りつけられるとかね、はいはいはい、もうパワハラやるわけですよ、自分は東大法学部出たのにっていう話ですよ、うんはい、まあね、本当そういうところを本当に変えていかなきゃいけないのかなっていう、社会が変わってるんですから政治の中も変わってもいいんじゃないかと僕は思うんですけどね、はいはい、いかがでしょうか。ちなみにこの記事の中でも指摘されてるんですけど、うん、東大の今、東大法学部の方からですかね、公務員国家公務員の応募、はい、なんとここ10年ぐらいの間に 30% も減少してると、うん、日本最高峰の大学である東京大学のキャリア採用試験の合格者における割合がですね、24年前の2000年の 32%、 今年はそれが 10% 未満になっちゃったと。昔は 32% が東大だったんですよ、はいはい、今もう 10% 以下。働き方改革って出た時に、うん、ジョブ型にしなきゃいけなかったんですけど、あ、それはしないですね。そういうのがまだ日本はできてないっていうね。できてないですね。なかなかね、はい、やっぱり自分の村の人間じゃないとダメみたいなところがあって、うん、なかなかこの辺文化を変えなきゃいけないなっていうのはちょっとありますけどね、はい、はい。奥山雅史のアメリカ通信の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の高評価、いいね、チャンネル登録もぜひお願いします。アメリカ通信では毎日18時に動画配信、毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますので、ぜひご覧ください。